こんにちは、関口慎吾です。いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。ちょっと久々に、ちょっと解説というかチュートリアル的な、こともやっていこうかなと思うんですけど、ちょっと久々なんで、いつもやってる Just the Two of Us、ソロギター、どんな感じで、弾いてるかっていうのをねやってみようかと思うんですけど、普段自分のバージョンでやってるのって、キーが E マイナーの方なんですけど、ちょっと小難しいことをなんかやってるんですけど、こっちの、タブ譜とかは一回 SNS とか YouTube にも載っけてると思うので、もうちょいベーシックな、オリジナルのキー、半上の F マイナーですね。なので D フラットメジャーから始まります。 C7 F マイナーセブンスで E フラットマイナーセブンス A フラットセブンスっていうループな、ボイシングだったり、どの辺のコードを使ったりとかっていうのはちょっとね、見てもらおうと思うんですけど、基本の、まず D フラットメジャーセブンスはこういう押さえ方ですね。6弦ルート、ここのねセブンスの音が、どの音ここでね制覇するんで、ちょっと難しいんですけど、ちょうどなんかこの指の関節のところが、関節の下ぐらいかな、ヘリに当たってちゃんと押さえられるように。で C7 は、テンションによっていろんなねポジションが出てくる、押さえ方が出てくるんですけど、その前のからのコードの流れによって結構どういうフォームで押さえるか決まってくる感じです。今だったら例えばバッキングするんだったら、この流れだったら、D フラットメジャーセブンスからこの人差し指が同じ方が流れがいいと思うんで、C7 のフラットサーティンスですね。この小指でフラットサーティンス。でこれ人差し指ルートの時もあれば、中指ルートでも抑えられる。中指ルートだとこういう動きとかができるんで、ケースバイケースで使い分けます。この曲のメロディーの時はこうやってます。こういうトップノートが動くんで制覇して、こういうセブンスの抑え方ってありますよね、人差し指制覇。これのここをちょっと取っちゃって、こうやってコードを鳴らしながらトップメロディーを動かすっていう。ソロギターなのでね、ギター一本でそのバッキングの部分とメロディーの部分両方やっていかないといけないので、その辺のなんていうかチョイスというか、どういうコードフォームをチョイスするのか、このメロディー言ってる時はもう物理的にコード鳴らせないからここはじゃあ諦めるとか、結構そういう取捨選択が
ソロギター弾く上ではめちゃくちゃ重要になってきます。なので多分弾く人によってソロギターのバリエーションとか弾き方って全然変わってくると思うんですけど、それはその人がどの部分を重要だと思ってるかっていうのが現れてて、結構その同じ曲でも全然違うと思うんで、聴き比べてみると面白いかなと思うんですけど。Fm7 さんもこのすごくメジャーな押さえ方ですね。5弦ルート。普通に E フラットを押さえるんだったら、さっき、習ったこの5弦ルートマイナーセブンス、6弦ルートセブンスっていくんですけど、メロディーが、上に上がってるんですよね。なのでこの E フラットマイナーセブンスはこういう制覇して小指でナインスノートいきますね。でそのままこれ下がってるだけなんですけど、この6弦から5弦に下がって、メロディー的にはこの動き、見せるのが難しい。 このこれまあ基本的にルートが、下がってるだけなんですけど、 E フラットから F フラット、 E フラットマイナーセブンス、 F フラットセブンス、この、まあなんか2-5的な動きなんですけど、よく出てくるんで、このコードの時に割とこの動きってすごい使える。他のキーでもいろんなところで出てきます。これってジャズっぽい曲特によく出てきます。とか Feel Like Making Love だったり、同じですね。なのでこの動きを覚えておくといいかも。サビの入りのところは僕はピックアップにして、もうリードに専念してます。ここがメロディーがこう言ってるので、メジャーセブンスのまあサーティース的なこれね、まああんま使わないんですけど一瞬出てきます。やっぱここサビの頭なんでね、コード鳴らしておきたいので、ここか、こうですね。もう一回。むずいね。教える方がむずいって言ってるのが難しいね。C7 のサーティースをフラットサーティースを抑えながら、メロディーが小指でこの E フラットのところまで行きます。で、どの音、この制覇してるもうね、こんだけ難しいって言っときながら、できればここスライドしたい。わかります？ここ小指でスライドしてるんですけど、よいしょ。これはちょっと上級っすね。多分僕も失敗するんで、ここの動きは一緒っすね、さっきやったのね。
感じになってます。もちろん、まだ初心者のね、人とかは、このベーシックなコード進行を追うだけでもすごい大変だと思うので、まずはそこからスタートしてください。D フラットメジャーセブンス、C セブンス、フラットサーティンス。まあ、ここはできたらフラットサーティンス覚えてほしいかな。普通の C セブンスでもいいんだけど、でもやっぱ、ボイシングとしての雰囲気は、ちょっとこの元の曲はやっぱこっちだよね。こうジャジーな、ダークなテンション、フラットのテンションが効いてるので、まあ、スパイス的な感じですよね。なので、この押さえ方、ちょっと頑張って覚えてもらって。F マイナーセブンス、E フラットマイナーセブンス、A フラットセブンス。でも最初はここだけ覚えて、こっちに戻っちゃってもいいと思う。どうもこの C セブンスが僕苦手みたい。半音で降りたりしますからね。で、慣れてきたらここで5弦ルートの方のメジャーセブンスに行ったりとかして、バリエーションを増やしていってほしいですね。この C セブンスもこっち、6弦ルートの F マイナーセブンスみたいな。なので2箇所弾けると理想。わかります？ D フラット C セブン、F マイナス、こっち。ここのポジションと、こっちは6弦ルートから始まってるんだけど、5弦ルートから始まって、D フラット C セブンス、F マイナーっていうのが、まあ、こっちと2箇所でできると、何がいいかっていうと、まあ、さっきみたいにメロディーが低くなったり高くなったりっていう風に動いていくのに、まあ、ついていけるっていうのもあるし、後々ちょっとアドリブっぽいものを弾くときに、ずっと同じポジションでやってるとやっぱり飽きちゃうので、別々の、2箇所のポジションで弾けるとより、いろんなことができるかなと思います。みたいな感じで、まあ、こっちはもうここのオクターブ上に行ってるだけなんで、覚えることはもう同じですね。こっちが覚えられたらこっちは同じなんで使いやすいです。なので、まあこの曲で言ったら、ここのポジションと、まあ、ここのメインとなるポジションと、でこれのオクターブ上のポジションっていうふうに、覚えておくと、まあ、全部つながってくるので、今みたいにアドリブでやったりするときにも、とか、まあ、あと、バッキング。誰かがソロ歌やってるときのバッキング。ずっと同じだと多分、ちょっと飽きてきちゃうんですよね。低くなったり。縦横無尽に弾けるようになると、ソロギターだけじゃなくて、いろんなシチュエーションで多分役に立ってくるかなと思います。はい、ちょっとね、難しいと思うんですけど、まあ、自分ができるレベルのところからスタートしてもらうっていうのがいいと思うので、まずはコードを覚えてもらって、ボイシングを覚えてもらって、少しずつ増やしてってもらって、
まあ、それにメロディーですね。それとコードをつなげて。どのフォームの時にどういうメロディーがこの隠れてるかっていうのを少しずつ探していくっていう作業になります。まあ、ちょっとねこの20分弱の動画で全ては教えきれないんですけれども、まあこれからちょっとマイペースに僕もアップしていこうと思うので、一緒にソロギターはじめ、まあ、ギター全般もうちょっとね、楽しんでいけるようになんかできたらいいなと思っております。ちょっとね、もっと自由に弾けるように楽しんで練習していきましょう。ありがとうございました。またまた。